明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。こうしてあなたと平穏な新年を迎えられたことに感謝しないとね。おはよう。昨日はよく眠れた？私はお正月もいつも通りの時間に起きているわ。規則正しい生活は美容と健康の基本だから。お昼を作ってあるんだけど、あなたも食べる？私の趣味で甘いお汁粉をメインにしてしまったけれど。お正月くらいお料理の準備から解放されるのも悪くないわね。たまには街に出て外でディナーなんてどうかしら。眠る前のこの時間は勉強に当てているわ。冬休みが明けたらすぐ試験があるし、大学の課題のレポートも書かないといけないから。魔法少女にお正月休みはないけれど、心配ばかりしても気がめいるだけ。何か起きるまでは、せっかくの新年を楽しみましょう。そろそろ街をパトロールする時間よ。みんながお正月休みでも、魔女や噂はこっちの都合に合わせて休んでくれないんだから。ミラーズにも顔を出さないとね。お正月だからってご無沙汰してると、御霊にネチネチからかわれる。いえ、御霊が悲しむから。モデルだから和服も着慣れてるってことはないのよ。撮影はお正月、夏の浴衣、それに卒業シーズン。ごめんなさい。結構着てるかも。お餅には、きな粉をまぶして食べるのが好きよ。え、お醤油？ごめんなさい。この点について議論するつもりはないわ。おみくじってあまり好きじゃないの。なぜかよく引くのよ。凶とか大凶とか。大凶なんて一生に一度も引かないと聞くけれど。お正月はいつもより街の空気が澄んでいる気がするわ。家族で里帰りしたり、静かに過ごす人が増えるせいかしら。祖母がいなくなって、お年玉をもらうこともなくなってしまったわ。待って、お年玉をあげる年になったわけじゃないわよ。羽根つきは得意よ。桃子に、ガチすぎて大人げないと言われたこともあるけど、たとえ小学生が相手でも、手を抜くつもりはないわ。振袖を着ると、なぜか無性に抹茶アイスが食べたくなるの。真冬でも、雪が降ってても関係ない。むしろ冬だからいいのよ。昔はお正月になると、下宿の学生さんと百人一首でよく遊んだものよ。いえ、本格的な遊びじゃなくて、坊主めくりよ。どうしたの？こたつで丸まっているのにも飽きたというの？じゃあ、外で雪だるまでも作りましょうか。